国会,会期もいよいよ残り6日テロ等準備罪いわゆる共謀罪について現在参議院の法務委員会では与野党が合意している参考人の質疑が行われています午後には政府に対する質疑が行われる予定ですがこの質疑中に与党が採決の姿勢を見せる可能性があるため野党側が午後の質疑が始まる前に 金田法務大臣の問責決議案を出すかどうかが焦点です中継です与党は野党の対応を見極めながら今日採決をするか最終的に判断する方針ですこの後午後に自民党民進の国対委員長会談が行われます採決をしないことを確約をしてほしいという野党に対して与党は拒否を続けています 与党としては採決の構えをちらつかせながら野党に金田法務大臣の問責決議案や内閣不信任決議案などの抵抗カードを早く切らせたい考えです加計学園の問題を抱える与党としてはできるだけ小さな延長幅で野党の追及を避けて逃げ切りを図る算段です都議選を前にダメージを最小限に抑えたい考えですこれに対して野党も徹底抗戦の構えです ある野党幹部はこっちが早まってカードを切るとなくなってしまうと指摘していて一番効果的なタイミングを模索していますさらに野党4党は加計学園をめぐる文書の再調査の結果の速やかな公表を求めていますその上で安倍総理が出席する予算委員会や文部科学省の前川前次官の国会への招致を求めるなど都議選を前に攻勢を強めたい考えです会期末を前に採決をめぐる与野党の神経戦は激しさを増しています